解放の老朽化は言わずとされた問題になっている。尖閣船従巡視船が一時故障で身動きが取れない状況になった。では今回巡視船の多様年数問題について話していきます。中国海家医局の動きがどんどん尖閣に近寄っている現状を考えると、台湾は中国の一部で、その台湾が尖閣を主張しているから、現在中国の海警局が尖閣を取りに来ている。台湾は中国の一部ではないと主張を繰り返しているがね。2020年には中国海警医局の延べ300回以上にも及ぶ侵入にさらされているのが尖閣諸島周辺の海域であるが、この2021年1月に同海域で警備任務に従事中の海上保安庁の艦艇に深刻な故障が発生したという。今回その故障が発生したとされるのは海上保安庁那覇海上保安部に所属する巡視船うるまであり、尖閣諸島の警備に専任で従事している12隻の巡視船のうちの1隻である。折しも2021年2月1日には中国海警医局の法律が改正施行されており、今後同局の判断による武器使用が従来よりも容易となっている時もあり、極めて深刻な事態だと受け止められている。今年1月下旬、尖閣諸島周辺海域を航行中だった巡視船うるまは、任務中にまず発電機に不具合が生じ、調査の結果燃料タンクに海水が流入しており、機関を停止ためざるを得なくなったという。乗組員たちの対応によってなんとか応急の復旧が行われ、代わりの巡視船と任務を交代する形で現場海域からの離脱ができたというが、気象状況次第では座礁等につながった可能性もあるとみられている。巡視船うるまのこの故障は建造から44年を経過した老朽艦であることが最大の原因だと思われ、中国海警医局への対応のために幾度かの改修工事を経てはいるものの回避できなかった模様だ。巡視船うるまは津軽型巡視船の3番艦として1980年に就役したが、この時の艦名は浦賀であり、さらに1997年には隼人に変更、現在のうるまになったのは2014年からである。巡視船うるまは排水量約3100トン、全長105メートル、全幅15メートルの艦体を持ち、一番艦津軽は1979年、最終9番艦大仙は2001年の就役と22年の長きにわたって建造された艦艇だ。津軽型巡視船の建造機は領海の範囲が沿岸から12海里へと4倍増、また漁業水域も200海里までと50倍も、日本の警備すべき海域が激増した時期であり、巡視船の大型化とヘリの搭載が行われた艦艇である。そのため巡視船うるまも当初はヘリコプター搭載型巡視船と呼称されていたが、以後ヘリの搭載が常態化指数も増えたことで、ヘリコプター1機搭載型巡視船とそのキャパシティも
踏まえた呼称に変化した。なお、現在の海上保安庁の巡視船は、ヘリコプターの搭載は2機が最大数であり、四季島型、黎明型がこれに相当するが、黎明型の通常時には、ヘリ1機の搭載を基本として運用されている状況にある。実は、昨年2020年の夏には、台風を回避するため、尖閣諸島海域から、巡視船、ウルマが那覇港に入港したこともあったが、そこで見られた彼の艦の外装は、塗装が剥げて、茶色く錆びた部分が、目立つものだった。これは、巡視船、ウルマが、艦齢44年を数えることに加えて、ピンパツ、する中国海家、異局の尖閣諸島海域への進出に対し、十分なメンテナンスを施す、物理的、時間的な余裕がないことを、感じさせるものだった。すでに、海上保安庁では、17隻を保有する、ヘリコプター搭載型の巡視船の中で、巡視船、ウルマを、はじめとして、常時5から6隻を尖閣諸島警備に、割り当てており、実に、それらの3割を投入している計算になる。海上保安庁では、こうした巡視船で、29隻、これらより、小型の巡視艇も、110隻の艦艇が、当初予定されていた耐用年数を超過しているとも言われ、新造する艦艇で入れ替えできる限度を超えているように思える。巡視船の中で最多の建造数である1000トン級の現国崎型は、2012年4月から2020年7月までの8年強で20隻が建造されているが、こうした増強も、先に見るような耐用年数超過の艦艇の完全な代替には至っていない。さらに、1000トン級の最新型巡視船である岩見型も、2013年9月から2014年9月までのわずか2年ほどの期間で6隻を収益させているが、これでも追いついていないというのが実情である。そもそも、沖縄からでも距離がある尖閣諸島周辺海域には、巡視船、ウルマのような3000トン超級のある程度の長期間連続して、任務遂行にあたる大型巡視船が不可欠であることも前提である。いずれにしても、日本よりも、はるかかに大きな経済力を持つようになった。中国に対し、そもそも単純な艦艇数の増加では日本には太刀打ちできる余地はなく、海上保安庁だけでなく海上自衛隊でも同様だと言えよう。そうした中で、少しでも余力を持たせるためには、海上保安庁が国土交通省、海上自衛隊が防衛省と管轄が分かれている組織体系の中で、効率的な艦艇維持の方法を模索するべきかもしれない。単純な艦艇の共通プラットフォームの採用等は、軍艦である護衛艦と、巡視船では困難ではあるだろうが、現在の状況を鑑みるに海上保安庁へのリソース集中は、現時点ではやむを得ないのではないだろうか。